こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見ると必ずモテるようになりますので、今日の動画も楽しみにしていてください。はい、ということで今回はですね、女性が好きになってしまう男性の行動というお話をさせていただきたいと思います。女性が男性にね、恋に落ちるのは一瞬の出来事だったりするんですね。で、女性っていうのは、そうです。案外、単純だったりするんですよね。なので、その女性のツボというものをしっかり把握して押さえて、そして行動することができれば、あなたも簡単にモテるようになりますので、ぜひ今日の内容も楽しみに聞いていただければと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひお友達になってください。はい、ではですね、女性が好きになってしまう男性の行動、まず1つ目。1つ目はですね、お姫様扱いです。はい。女性はお姫様、そしてあなたは王子様なんですよね。なので、王子様は女性をちゃんとお姫様扱いにしてあげてください。例えばドアを引いてあげたりとか、なんかね、守ってあげるよみたいな感じで、お姫様のように扱ってあげれば、女性はあなたを王子様の王子様のように扱ってくれます。なので、ぜひね、お姫様扱いをするっていうことをしてあげてください。はい、そして2つ目。2つ目は、楽しそうに話を聞いてくれる、です。で、男性ってどうしてもね、こう表情が硬くなってしまう、この表情筋というものが結構固まってしまってる方って多いと思うんですよね。で、写真を向けられて、いきなりパッて笑顔にできるのって女性の方が多いと思うんですよ。男性って結構無表情だったりとか、あまり顔の表情っていうのを豊かに動かすことができない人の方が多かったりすると思うんですよね。だからこそ、女性の話を楽しそうに聞いてくれる人に対して、女性はすごく嬉しいなって思います。あなたも女性が、能面みたいな顔で、ってあなたの話を聞くよりも、ああ、そうなんだ、ああ、いいね、わかる、みたいな感じで、笑顔で聞いてくれた方が嬉しいし、話も弾むし、相手に好意を持っていくとも思うんですよね。なので、相手の女性の話を楽しそうに聞く、笑顔で聞くっていうことを心がけていただければと思います。はい、そして3つ目。3つ目はですね、優しい。もうね、女性は優しい男性が大好きです。あなたも絶対優しいと思うんですけど、その優しさを表現できていない人がすごく多いんじゃないかなと思います。単純です。例えばですけど、メニューね、ご飯食べに行ってメニューを一緒に見た時に、何か食べたいものあるとか、好きなもの頼んでいいよとか、ね、悩んでたら一緒に悩んだりとか、ね、そう、一緒に選んであげたりとか、そういうことで全然 OK なんですよ。ああ、私を優先してくれる、嬉しい、みたいな風に女性は思ったりします。なので、ぜひね、あなたの優しさ、ね、心は優しくても、思ってることは優しくても、それを表現しないと相手には伝わりませんので、で、簡単に分かりやすく、メニューとかだったら簡単に分かりやすいので、ぜひあなたが持っている優しさっていうのを女性に表現してあげるといいと思います。はい、そして4つ目。4つ目は、真剣に告白をされるです。多くのね、日本人男性って、あまりこう情熱的に相手に感情を伝える、好きな人に好きだと伝えることってあんまりないと思うんですよね。好きって言っても、あ、はあ、みたいな、だからどうすればいいのみたいなだったりとか、そもそも好きじゃな、ね、好きとも言われてないとか、私一回もう本当に一番心の動かなかった告白があって、それはどこかで話しますね。はい。はい。っていうぐらい、なんか本当にこの人私と付き合いたいと思ってるのかなとか、この人本当に真剣なんだろうかみたいな人って結構いたりするんですよね。だからこそチャンスなんですよ。あなたがちゃんと真剣に僕は
みなちゃんのことが大好きですね、付き合ってほしいですっていうことをちゃんと言葉でワンフレーズ伝えれば、相手の女性の心は動く、そしてあなたとお付き合いできるってことはあるわけですよ。ドキッとして、あ、好きかもって思うこともあるのに、なんか、あ、なんか付き合いますかみたいな、なんかね、そういうなんかあやふやな感じで言っても女性の心っていうのは動きませんので、ぜひ真剣に告白する、真剣に思いを伝えるっていうことをやっていただければと思います。はい、そして5つ目はちょっと押されるです。押しに弱い女性って結構いますからね。だから相手の女性がちょっと渋ってたりとか、あ、どうしたらいいんだろうって迷ってた時は、絶対ね、僕と付き合って損させないから、絶対楽しくね、二人で過ごせると思うから、だから付き合うぐらい、ちょっとね、自分をそこはね、押していいんですよ。で、押されたら好きになるのにみたいな女性も中にはいたりします。あなたの推しで、相手の女性もあなたと幸せになれるのであれば、それはとっても素敵なことですよね。なのでぜひね、ちょっと押すね、ゴリ押しはあれですけど、ちょっと押すっていうことをやっていただければと思います。はい、ではおさらいしますね。女性が好きになってしまう男性の特徴、行動、はい、まず1つ目、お姫様扱いする。そして2つ目、楽しそうに話を聞いてくれる。そして3つ目、優しい。そして4つ目、真剣に告白される。そして5つ目、ちょっと押されるです。はい、この5つしっかり実践していただければと思います。ではおしゃべりコーナー行きたいと思います。オリンピックも始まりましたね、あっという間に。見てますか？私はちょっと見たり見てなかったりなんですけど、本当にこう、私、このオリンピック選手とか、まあそのアスリートって絶対見た方がいいなと思っていて、っていうのも、アスリートってもう300ほとんどね、65日ぐらい、まあ、ちょっと休みあるかもしれないけど、ほぼ休みなく体を酷使してね、皆さん1時間運動しただけで超疲れません？それを毎日何時間も練習して、で自分の欲も我慢したりとかして、それでそのね、オリンピックっていうものにかけて、でそれでもやっぱりね、内村選手みたいにね、メダル候補だったのにダメになるとか、その一瞬の何かでうまくいかないとかってあるんですよ。それに比べたら恋活や婚活って簡単だと思うんですよね。そんなにね、たくさん練習をしなくてもうまくいく可能性があるわけだから、だからオリンピック選手見てね、この人たちも頑張ってるから自分ももっとやれるなとか、もう最大限できることをやれば、もう仕事もね、恋愛も全てうまくいくと思いますので、ぜひね、そういうね、選手とか見ていただいて、なんかね、あなたもそのモチベーションだったりとかも上げて、そして素敵な女性とお付き合いしていただきたいなと思っております。はい、ちょっと熱くなりましたけれども、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。たまにライブ配信をやりますので、そちらの方の案内が行ったりですとか、あとは質問の方、ポッドキャストと、あとライブ配信で答えたりしますので、ぜひ送っていただければなと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日ー。